特集です。今年4月に入社した川西美穂アナウンサー、新入社員全員の研修が終わった5月末、本格的にアナウンサーとしての研修が始まり、先日ようやくニュースデビューしました。その研修の日々を追いました。やえいゆえよわえ。5月29日、研修初日です。今日から特訓を重ね、ラジオニュースを読むデビュー、いわゆる初泣きを目指します。川西美穂と申します。関西の宝塚市出身で、自分の日本語にすごく自信がなくて、入社してからさらに自信を失いかけているんですけど。早速講師役の先輩から指摘を受けます。残念だったのがやっぱり口の動きなんですよね。ザがほぼダに聞こえる。それからも研修は続き、この日は8時間みっちりと行われました。こんなに長い時間声を出し続けたことが人生で初めてなので大変です。こんなに自分が喋れないあいうえの行があるのかっていうのも初めて知れたので、 1,2 ヶ月で基礎をちゃんと固めようと思います。まずはもう呼吸、腹式呼吸にだいぶ時間を割きます。それから毎日研修づくめの日々です。この日は西アナウンサーが講師となってニュースの読み方を特訓します。98歳の女性が車にはねられ意識不明の重体です。ね、その部分だけイントネーションで持ち上げる。その部分の手前に間を置く。そのワードだけゆっくり読む。で、これらを我々は駆使して。ニュースに続き、この日は福島アナウンサーによる話術の講座、フリートークを学びます。こうして多くの先輩たちが先生役となって研修は続きました。一月近くが経ち、研修の成果を先輩たちに披露する合評が行われます。この日は2回目の合評です。この時間の担当は川西美穂アナウンサーです。はい、お伝えします。円安や原材料高を背景に食料品の値上がりが続き、生鮮果物は 12.2%、 生鮮野菜は 9.4% 上昇しています。先輩たちの厳しい目が光ります。この時間のニュースは以上です。先週を100とすると今日の緊張はどれぐらいですか？80だよね。やっぱり声の響きもっとあるはずなんで、伝えることに最後は集中してほしいので、今はこれを言われたからここはこうだ、ここはこうだっていう。語るのと先輩たちから多くの貴重なアドバイスを受けました。緊張しても及第点が取れる。そしていよいよデビューできるかどうか判定される日がやってきました。この日3回目の合評を経て認められれば正式にデビューする日が決まります。お伝えします。日本列島は今日、東日本より西の地域で楓浜など4頭のジャイアントパンダが飼育されています。この時間のニュースは以上です。はい、お疲れ様でした。なんか2本目から本当頭から声が震え出した感じがして、急にパワーがなくなったなって思ったんです。このニュースって暑いからこまめに水分補給して冷房を適切に使用してねって気象庁が呼びかけてるけど、そこはやっぱり川西さんも聞いてる人に呼びかけてほしくて、できるのに、まあ、本番になると、まあ、起きに行く、間違えたくない、とちりたくないっていう気持ちでそうなっちゃうのかな、読みが。特に今日はそれを感じた。悔しいねと思いました。もう多分自分で分かってるだろうなとは思うんですけれども、先輩たちの厳しい評価。デビューできるか結果はまだですが、涙が止まりません。涙の理由は自分自身に悔しいから。もう十分頑張っているし、実力もついてきていると。でもまだ今は
研修よりもやっぱりスタジオに行くとそれが何割かしか出ないというところがあるので、来週月曜日か火曜日前半にもう一度合表をやります、うん、はい、カメラ持ってくれて余計にね撮らないでやめてそして迎えた4回目の合表、今日こそデビューは決められるのでしょうか。はい、お伝えします。本籍地以外で戸籍証明書を取得できる法務省のシステムに障害が発生し、全国の自治体で今朝から取得できない状況が続いています。当選番号の抽選は来月23日に行われます。この時間のニュースは以上です。先週金曜日のようにもう緊張に押しつぶされてしまうような感じっていうのは、今日はまあなんとか持ちこたえたかなっていう感じはします。意味はちゃんとしっかり取れてる、うん、なんかね息がねもうちょっとしっかり吸えてた方がいいと思うんですよ。なんとか自分で緊張をコントロールできるようにはなってきているのではないかなとは思いました、うん、今週の金曜日の午後のラジオニュースで、デビューするというところを目指しましょう、はい、じゃあ頑張りましょう。はい、はいはい、なんとか無事3日後のデビューが決まりました。いよいよデビュー本番の日が来ました。3時50分頃のニュースに向け下読みを開始、内容を把握して分かりやすく読むと同時に決められた時間内にぴったり収めることも大切です。昨日に比べて1033円34銭。ニュースの時間が迫ってきます。そして、はい、お伝えします。大阪高等検察庁は女性へ性的暴行に及んだとして今年11月のアメリカ大統領選挙で2回目の当選を目指すバイデン大統領は41,190円68銭でした。この時間のニュースは以上です。ここに立つまでに4回ぐらいテストみたいなものを受けて、ボロボロだったんですよ毎回。本番どうなるかって多分私よりも先輩たちが心配してたと思うんですけど、無事終われてほっとしてます。おかえり、おかえり。終わってみんなでデビューさせる方もね、はいはいはい、技術的な不安があるわけじゃないのよ。もうあとはもう上がらずに読んでくれりゃ絶対いいニュース読めるから、でも上がったらどうしようって思うじゃん。お聞きの皆さんに覚えてもらって、いやこの人のニュース聞きやすいねって言ってもらえるようなニュースが読めるように頑張ってください。ニュースは読めるのに本番に弱いのかなってこう一緒に悩んでたんですけど、やってみると強いじゃないっていう、やればできるじゃないって思いました関西で育ったからこそ伝えられるニュースっていうのもあると思うので、その意見を忘れずに初心を忘れず関西を代表するアナウンサーになりたいと思います。その部分だけ研修に携わったアナウンスセンターの先輩16人、今日やっとスタートラインに立ちました。ここからアナウンサーとしての日々が始まります。